炭治郎の目が覚めてよかった。よかった。みんなありがとう。ところで伊之助さんはいつから天井に張り付いていたんでしょう。ということは少なくとも1時間以上はあそこにいたってこと。相変わらずのめちゃくちゃぶりだわ。うんうん、違う。何が違うのよ。俺様がいたのは前の日からだ。こそこそこそ、起きろ起きろ、カンタチロ、目を覚ませ。いい加減起きろ。ほら、そんなことしてたんですか。それじゃ炭治郎さんも起きざるを得ないですね。そうですね、病は気からだ。伊之助、本当にありがとう。次回第2話、より一ゼロ式、刀鍛冶の里でも俺頑張るから。俺に心配させんじゃねえぞ。